改めましてよろしくね。どうもこんにちは、パンドラーです。陶器年極みの実況をやっていきます。今回から PS4 版に移行してやっていきます。挑戦する任務はこちらです。悪色の巨器、わだつみ一体討伐です。これわだつみって、あ、間違った。いきなり地議席ブランクが激しいな。あれ、こっちか。わだつみはクエ山の亜種なのかな。あ、やっぱそうですね。今回は、大魔炎の装備だったかな。大魔炎の装備できました。同行者はナギ、フガク、ハツオです。あれ、ナギナタできたつもりがまさかの槍、失敗した。まだこの PS4 版に移行して日が浅いものでね、まだ操作方法ブランクがあるので、操作方法からちょっと覚えないと、思い出さないといけないですね。いや綺麗ですね、 PS4 版。やっぱりちょっとね、いきなり武器を間違えたので戸惑っております。 OK。なんか前も武器間違ったことあってる気がする。やっぱブランク明け一発目ってことで、持ち武器のなぎなたでね、行こうと思ったんですけど、来るか、大丈夫かな。よし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 、相変わらずグロい見た目。 PS4 版になってさらにグロくなっておりますけど、槍はジャンプできないんだったっけ。痛い痛い。スタミナ管理がまたできてない、全然。ちょっと待てよ。おお、ナイス。鬼バレしていこうか。陶器年極みもこれからどんどんやっていきますので、よろしくお願いします。あと生放送でこの陶器年極みのね、共闘をやりたいと思ってるので、もしPS ビータ版か PS4 版をお持ちの方がいたら一緒にやりましょう。よいしょ。ほら、親近感が湧きますよね、このクエ山わだつみの見た目。こう30代40代になるとね、どうしてもこうまあこんな卑猥な感じではないですけど、腹回りがねタプタプしてくるというね。まあしてない人もいっぱいいるんでしょうけど。よし、行くぜ。鬼ちぎり、決まった。あ、カウンターがあったな、そりゃ。四角×押して、これカウントできるんだったな。うわあ、危ね。突進攻撃にカウンター合わせれるんだったっけな。怖い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 。お、鬼ちぎり極み来るね、これ。待てよ。どうやってこれ、あ、これだ。集合、みんな来てくれ。行きます。おりゃー、あれ、おい、当たった。久しぶりでヒヤヒヤしましたが、なんとか鬼ちぎり極みも当てることができました。あとは仕留めるだけ。V 破壊、あとどこが残ってんの。でっかいケツしてんな、マジで。ナイス、これで全部破壊しましたね。この三角は何の意味があるんだろう。コンボをつなげるだけかな。いやー、今分かってた。ほら、
ついてついてつきまくれ。足元がお留守ですよ。気持ちいい。やっぱ陶器殿はこう爽快感があるな。ほら、やばいねこれ。危ない危ない危ない。どの共闘ゲームでもスタミナ管理が俺下手くそすぎるな。何やってんだ。あ、そうだ、今さら空中攻撃できるじゃんこれ。これがあったんだ。丸ボタンの存在を忘れてた。申し訳ない。そして危ない危ない。分かってるよ。そしてここに決める。こうだ、オッケー。悪鬼討伐。いや面白いな。おし、御霊ゲット。鬼笑いして。はい、というわけで復帰大戦無事に攻略いたしました。こんな感じで陶器電気網の実況やってきますのでよろしくお願いします。それでは失礼します。